はいどうもこんにちは、フィギュアですきといかんです。今回ご紹介するフィギュアはですね、これ気になっていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。アワートレジャーというメーカーさんから発売されています、フェイトグランドオーダーのマッシュキレイライトサマークイーンズでございます。そうです、あの FGO の水着イベントで実装されたマッシュの可愛い水着姿がフィギュア化されているんですね。で、それがここに2つあると。え、なんで2つも?とお思いになる方もいらっしゃるでしょう。実はですね、これパッケージデザインもちょっと違うんですが、中身も違うんです。まず左側のマッシュ、これが8分の1スケールフィギュアになります。で、お値段が税込みの13,400円と、一般的なお値段の一般的な水着フィギュアになっております。で、こっちの右側のやつ、これがですね、アッセンブルヒロインズのマッシュキレイライトサマークイーンズとなっておりまして、価格がなんと税込みの4,950円です。なんと税込みで5,000円を切っています。で、大きさもね、左側のと同じ、しっかりと8分の1スケールあります。では、なんで右側の方が安いかと言いますと、アッセンブルという名前がついているのですが、このアッセンブルという言葉は、集めること、集めた部品を組み立てることと辞書に書いてありますので、そうです。これはね、購入した方が組み立てる、まあ、プラモデルのようなフィギュアなのです。で、なんでそうなると安くなるかと言いますと、一般的な完成品フィギュアを工場で組み立てて作ると、まあ、人件費などがかかるためね、どうしても左側のフィギュアのように1万円くらいの価格になってしまうんですよね。でもそれがフィギュアの組み立ての工程を省くことによって、この4950円という低価格が実現していると、まあそういうことなんですよ。まあ皆さんもご存知の通り、最近はフィギュアの価格もどんどん高くなっていますから、まあそういった意味では今の時代ね、画期的なんですね。ただね、そうは言っても肝心なのはそのクオリティ、きちんとしたものでなければ買う気にはならないよということで、そこはトイカンチャンネルに任せなさいと。これからこの2つのフィギュアをね、開封してじっくりと検証してみたいと思います。ではまずですね、こちらお高い方、この塗装済みの一般的なスケールフィギュアから見ていきましょう。本体以外の付属品は白い台座と替えの前髪パーツのみです。この前髪パーツについては後ほどご説明いたします。で、まずですね、マッシュ本体の首のところに保護ビニールが挟まっているので、これを外します。一回先にね、首を抜いちゃいますね。壊さないように慎重にグリグリと。はい、外れたのですが、わかりますかね?ここの首のところ、丸くなってるでしょう。これがね、ジョイントボールなんですよ。で、ここにまた頭を付け直しますね。すると、このように少しですが動くんです、左右に。まあこれで少し首の向きを変えたりすることができるわけです。さらにこのマッシュはこのようにメガネをかけているのですが、まずこの前髪パーツを外します。で、さっきの前髪パーツに付け替えると、はい、これでメガネなしのマッシュの顔になります。はい、そして可愛い水着をまとったマッシュキレイライトのお姿がこちら。はい、可愛い。はい、マッシュ可愛い。間違いないと。いやー、さすがですね。マッシュの可愛さは不動ですね。しかもこの水着、ワンピースで可愛いんだけど、さりげなく胸をアピールするところもあざといぞと。まあちょっとね、8分の1なので小さめではあるのですが、胸は大きいです。で、これはメガネをかけている状態なのですが、先ほどのようにメガネなしのお顔にも変えられます。メガネを外すと綺麗な瞳が見れるので、こっちもいいですね。この瞳の担保印刷も非常に綺麗です。で、こちらは塗装済みのフィギュアですので、白い水着にもうっすらとですが、シャドウが入ってますし、肌のところも膝のところとか、あとはね、足の指のところには濃いめでシャドウが入ってます。髪の毛もこれ、かなり綺麗ですよ。で、次にですね、こちら、アッセンブルヒロインズの方のマッシュを開けていきましょう。はい、ブリスターはこんな感じで、パーツが多いので3層構造になっています。で、こちらがブリスターから出してパーツを並べてみました。
まあプラモデルだから当たり前なんですけど、僕はこれを見た瞬間にこれからこれを組み立てられる楽しさみたいなものを感じました。ではね、早速これを組み立てていきましょう。説明書に組み立て順序が記載されていますので、これを見ながら組んでいきます。で、実はですね、さっき軽く組んだんですけど、接着剤はあった方がいいと思います。まあ、なくてもね組めるんですけど、ただ動かしたりするとポロリと外れるので、まあ、接着剤を使った方がいいと思います。ちなみに接着剤は瞬間接着剤を使ってくださいとのことです。で、すみません、説明書には組み立てる番号が書いてあるのですが、僕は先にね、荷重のかかる足の方から組み立てていこうと思います。まあ、その方がね、接着剤の乾く時間も節約できると思いますので、まず接合部分に接着剤をつけて、ではめ込むと、ギュッギュッと、で逆側も同じです。ではめ込むと、ここもギュッギュッと。で、次にですね、この上半身パーツを組み立てます。で、この赤いラインのパーツは、これはね、パーツ自体が軽いのとしっかりと溝にフィットする感じなので、ここは接着剤を使わないではめます。で、さらにここに首のボールジョイントのパーツを差し込みます。で、頭を取り付けます。ギュッギュッと、こんな感じ。ここはボールジョイントで稼働しますので、接着剤は使用しないでください。で、これをさっきの上半身パーツにはめ込むと、ここもね、はめ込んだ感じだとフィット感はあるんだけど、やはりね、パーツが大きいので、まあ、ここも接着剤を使っていきましょう。で、はめ込んで、ギュッギュッと、もみもみ、もみもみ。はい、こんな感じ。そして、組み上がった上半身と下半身をくっつけます。ここも接着剤を使ってくっつけていきましょう。で、最後に残っているリボンのパーツを取り付けます。このパーツは小さいので、これもね、接着してしまいましょう。で、リボンをつけたら台座に取り付けて、はい、アッセンブルなマシュの完成品がこちらです。デジャブいやー、どうですかこれ、あんまりさっきのと変わらないですよね。パッと見だと違いがよくわからないです。まあ、それだけこれもよくできてるってことなんですね。まあ、ちょっと組み立てた際の隙間とかはあるんですけれども、本当はここら辺ね、ヤスリで削ったりして接合部分の隙間をなくせばもっとしっかりした状態になるとは思うんですけれども、ちょっと今は撮影のために簡単に組み立てただけなので、ややね、隙間ができちゃってるけど、まあでもそんなに気にならないので、これはなかなかよろしいのではないでしょうか。もっとね、塗装が安っぽく見えると思ったんだけど、そんなでもないんだよね。本当にさっきの高い方と見分けがつかないくらいです。特にヘッドパーツは塗装済みなので、ここはもう完全に同じです。髪の毛も綺麗だし、もちろんお顔もこの通りで、めっちゃ可愛いです。ということで、さっきの塗装済みのマシュと並べてみました。いやー、どうすか？これわかんないでしょ。いやー、これ楽しい。まあ、よーく見るとわかるんだけど、多分これね、画像だと違いがわからないんじゃないかと思います。まあ、顔のアップにしても両方とも塗装済みなので違いはないんだけど、ボディの方を横にしてみるとわかるかな。アッセンブルの組み立て式の方は、ちょっとね、隙間があるんですよね。ここら辺でちょっと気づくかな。あと、肌の塗装もそんなに違いがわからない。こうやって並べてみるとわかる感じ。やっぱり塗装済みの方が肌にも厚みがある感じだし、よりリアルって感じがしますね。でもね、これ思ってた以上にアッセンブルの、まあ、塗装してない方のクオリティが高い。もっとね、成型色っぽいのかなと思ってたけど、そんな感がね、しないんですよね。なんか塗装しているように見えます。だからこれ価格で考えるとかなりコスパがいいなと思います。うん。はい、ということで、アワートレジャーさんのマシュキレイライトサマークイーンズのレビューは以上となります。いやー、今回はですね、楽しかったですね。2体を並べられて、結構このアッセンブルの方を気になっていた方も多いと思うんですよ。僕もそうなんですけれどもね、価格が安い分クオリティはどうなんだろうかなって。でもね、出来栄えは想像以上に良かったです。あと、この組み立てる作業がなんかね、工場の職人さんになったような気分も味わえて、自分で組み立てるっていうのもなかなかね、いい経験になりますね。うん、あー、フィギュアってこうやってできるんだっていうのをね、ちょっとね、実感できます。で、こちらのフィギュアが最近発売されたのですが、まだね、店頭でも買えるようです。下の説明欄にリンクを貼っておきますので、気になった方はチェックしてみてください。
で、お高い方はショップ限定販売となっておりますのでご注意ください。アッセンブルの方は一般店でも購入できます。で、さらにこちらがですね、最近予約開始となったのですが、同じく FGO のアーチャーアルトリアペンドラゴン、こちらもサマークイーンズになって登場です。しかも今回はですね、水鉄砲を持っていますからさらに黒いジャケットの取り外しができるとのことなので、これもなんかね、お得感がありますね。で、お値段が塗装済みの方が 14,080 円で、アッセンブルの組み立て式の方が7150円と、やはりこれもね、アッセンブルがかなりお得ですね。水着で差し替えありで水鉄砲もついてますから、で、さらに組む楽しさも味わえますのでね、ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。こちらも予約先のリンクは貼ってありますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで、今回は少し長くなりましたが以上となります。また次もフィギュアレビューでお会いしましょう。またねー。